どうも赤牛赤崎セオ赤牛マシマシ TV イエイイエイイエイ立身立川マシマシ全力監修うま汁こってりマシライスを見ていこう。こちらですね、準備をしないと家で準備から始まりますけども、5月18日に新発売されたばっかりの商品ということで、中はね、麺ではなくもちろんお米です、ね、お店にも食べに来てるということで、を注いでですね、なんと5分も待つんですね、はいはい、5分もラオウとかと、あ、まあ稀にある、ね、そう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 、結構すごい、ね、油をちょっと乗せてね、温めてさっさっと5分経ちましたが、こう蓋を見るとですね、価値観の話やばいということで、皆さんも検索してみてね。検索したら何が出たんだ、何が出たんでしょうか、ね、お楽しみに。あ、ね、あ、ね、あ、ああ油が出ちゃうんで、両手でやりましょう、ね、撮影しながらやってるのね、これはちょっと私、ならではの失敗でございますけども、ここで、混ぜ混ぜしていくわけですね。よーく混ぜた方がいいとのことです、ね、完成着弾着弾、ね、ショートタイプで見ていきます。ショートタイプです。402キロカロリー、予想以上にスープの量多い、箸ではなくですね、コンビニでスプーンをくださいというのは確実にオーダーしましょうね、うん、お店の人もどんな商品か分かってない可能性もあ、まあ、確かにあるっちゃあるんでね。じゃあそのスープ、これ蓋開けた瞬間にもう豚の香りがふわっと漂う、結構香るタイプの商品なのでね、うん、なんか事務所とかで食うときは周りの人も事務所でね、お昼休憩にね、そうそうそう、漂うぞというのもありますんで、買いだ人がもうすぐコンビニ走っていっちゃうかもしれない。事務所の話はライス、マシライスのね、マシライスの話、後入れの油がですね、お店、お米にこう絡んでくんですね、次々と、うんうんうん、で、旨味が強く、鷹の爪も入ってますんで、あ、ピリッとちょっとピリッとタイプでもあるということですね、うん、そして粉チーズ、マシライスといえばね、粉チーズなんでおすすめなんで、ぜひとも用意していただきたい。入れるね、まあ、かけすぎじゃないのぐらい入れてもいいかもしれないですね、うん、で、可能であれば結構香りが強いタイプの粉チーズを入れますと、うん、豚の匂いとこうね共鳴してですね、すごく美味しいんで、やってみてください。まあ、粉チーズ情報に詳しくないと買えないですけど、香りの強い粉チーズとはそうだね、メーカーがちょっと分かんない、どこでしょうか、一体に日清で揃えたらいいんじゃないかな、粉チーズ日清あるのかな、あるかもしれない、あるかな、あるかな、うん、日清製粉分からんけども、探してみてください。はい、卵黄ね、実店舗でマシライス頼むと必ず卵黄1個ついてくるんで、うん、ね、油にんにくとかなんでエチエチです、エチエチ、かなりエチエチです。これはマシマシのマシマシのね、ロバージュエチエチね、黒胡椒ね、そぼろ豚ね、これいっぱい入ってるんで、すごくこう引き立ててくれるんですね、胡椒がね、最初から僕はこれ入れてもいいんじゃないかと、あ、もう腹から入れちゃってもいい、味変というかもううまさにこう、あ、まあね、量も限られてるからね、そう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 、好きな食べ方で、うん、いいと思いますよ、黒胡椒に関しては。でですね、香りなんですけども、これなんと置いとくだけで他のものに匂い移りがしちゃうぐらい強い香りを、そんなに放ってるという、もう注意書きにあったんで、ああそうなの、オフィシャルで、オフィシャルであるんでね、その辺はちょっと気をつけていただきたい。まあ香りってなんかちょっと女性名みたいなカタカナになっちゃってましたけど、なるかな香りさん、香りになっちゃった、豚香りですね、豚が、マジ豚って豚が妙に 70.25、 油レベル高いんで結構いいね、はい、まあ想像していたのはもう少し汁が少なくて、なんかちょっとチャーハンタイプみたいになるのかと思ったら、あ、なんか見た感じね、そうそうそう、汁が多めの設定だったね、まあ、だからお茶漬けのラーメンタイプみたいなことよね、言ったら本当に、ああ、なるほど、結構立川マシマシ今年たくさん登場してますけども、そうですね、作ったりね、急ピンチできてるね、はい、もう公式サイトでは売り切れなんで、ああ、マジで、見つけたら皆さんすぐ買ってみてほしい。あ、なるほど、見つけたとかレアだ、あ、そう、コンビニではね、まだまだあるはずですんでね、食べてみてね。ごちそうさまし、まし。Thank you.